トイック満点講師、泥酔しててもマーチの問題ぐらいだったら簡単に解ける説、あれと同じ形を取ってる動詞だっていうのに気づかないというか知らない人が多いやつ。はい、だこれ和訳のところで問われると結構間違えちゃうやつですね。まあ、allow for ってトイックとかでも出やすい表現ですので。さあですね、今回はトイック満点講師、泥酔しててもマーチの問題ぐらいだったら簡単に解ける説ということですね。はい、やば、緊急で動画撮ってるみたいな感じですけど、はい、まあ、あんまこんな機会もないのでやってみたいと思います。はい、今日はね、まあ動画上げて、まあ、へこんでる私をね、こう慰めていただきまして、何、スパークリングワインですね、最初に飲んで、白ワイン、赤ワインで、デザートワイン、デザートワインって結構強いんですね、アルコール強って思いましたけど、まあこれだけでも普段飲まないんで全然強いんですけど、まあその後にね、2軒目に行ってまた飲んだんで、それ6杯ぐらいですか飲んでいる状況なんで、はぁ、やばいという感じでございます。そんな中、さあやってみたいと思います。マーチぐらいだったら解けるんじゃないかということで、明治行きましょう。国際日本ですね、2023年今年の問題ですね。はい、やってみたいと思います。なんか心配なのがさ、酔っ払ってるからさ、このまま解いてさ、この問題やりましたよもう前にとかになったらどうしようかと思っててさ、ね行ってみたいと思います。はい、最初が I'm fed up なんとか with でしょ、もうこんなのもわかるよ。 Attending classes online having a face-to-face discussion with my classmates is so nice。もううんざりですね。B fed up with ですね。feed っていうのはこのね、餌を与えるじゃないですか。だから feed A with B の形とりますね。だから provide A with B みたいに A に B を与えるっていう形をとります。で、それがもういっぱいでは与えられすぎちゃったよってことでうんざりと言いますね。だから feed のこれ過去分詞だっていうのを結構知らない人が多いんですね。これ fed up ですね。だから feed してそれがもうアップしちゃってね、もういっぱいまで来ちゃったよ。だからうんざりだよっていう表現です。だからこの provide A with B とかね、supply A with B とか、あれと同じ形をとってる動詞だっていうのに気づかないというか知らない人が多いやつですね。これよく話すやつなんですけど、はい、なんでうんざりですと、オンラインでねクラスに出るのは、ではフェイストゥフェイスディスカッションですね。もう直接のこう顔と顔ですよ、こういうねディスカッションをするっていうのがナイスであるって言ってます。同名詞が主語になってますね。次、The fact that we are in a very unstable world with the pandemic and global conflictsI'm still very excited about what the future has to offer っていうね、なんかポジティブですね、これもね。さっきのね、なんかクラスでオンラインでね、出るようになったっていうのとなんか繋がってるよね、パンデミックっていうのでね。もちろんこれ despite the fact that でしょ。だからもうこれ選択肢見る前に大体僕自分解くんで、それで解けるかなってやるんですけど、despite the fact that とか inspired of the fact that だなっていうのはもう意味で分かっちゃいますよね。ね、この unstable world だとパンデミックとかね。そしてグローバルコンプレックス、いろんなところがね、ぶつかって紛争とか起こったりしてるから。でもですね、この未来っていうのが私たちにね、こう持ってくれてるもので、で、オファーするのに持ってくれてるもので、エキサイレットだってやつです。これだから、has to offer に見えてちゃダメですよ。しなければならないじゃないですかね。has to offer ですからね、これね。what がこの has の目的語になってるわけですね。だから、こう、オファーするのに、future が持ってるものって。っていうですね。はい、だこれ和訳のところで問われると結構間違えちゃうやつですね。しなければならないってやっちゃいけないやつです。はい、NEXT! With the spread of social media, people may feel isolated than connected ですね。あ、まあこれはわかるでしょう。最初はなんか isolated from が問われるのかなって思ったら rather than でしょう。はい、これも選択肢なしでいけるな。コネクトするのではなく離れちゃう、隔離されてるっていう風に感じるかもしれないと。ソーシャルメディアが広がってと言ってるわけですね。まあソーシャルメディアっていうね、もともとソーシャルですから、昨日の英検授業でやってきたけど、人と人とがこうつながるみたいなのを表すのがソーシャルなんですけど、逆にまあね、寂しくなっちゃったりとかねすることってありますよね。そういう風になるってことはあります。はい、まあ SNS 時代ですからね、そんなこともあったりします。Although my brothers are different and fight all the time, they have a lot なんとか common as well. これはもう選択肢見なくても入れられなきゃダメさ。A lot in common ですね。はい。have なんとか in common ですね。こう共通点があるんですね。as well ですか、もってことですから、違ってて、いつも喧嘩してるけども、でも共通点もいっぱいありますよっていう風に言ってるわけですね。うん。そういうのありますよね。
See, I feel なんとか ease with online classes. They allow for more time and convenience.ね、feel at ease です。だからこれ with ease っていうのがあるじゃないですか。easily の意味でね。だからそっちで引っかかって選択肢ないかそもそも。はい。ですけど、feel at ease ですね。こう落ち着くって、そっちの方がこういいと思ってるんでしょうね。オンラインクラス、さっきオンラインクラス嫌だっつってたのに。まあ、allow for って TOEIC とかでも出やすい表現ですので、ぜひとも押さえといてほしいやつですね。はい。実際出題されたことがありますので、はい。ぜひとも知っといてください。こう余裕があるとかってね。これ備えられるとかね。考慮するっていう意味でも出てきたりですね。この時間もね、考慮しといてくださいみたいなの出てる言葉ありますね。もっと時間あるし、便利だよ。See, let's keep なんとか that. If you help people, you will also receive help from them someday. ですね。あ、keep in mind that. めっちゃ使うわ、これ。普段の生活。当時のね、合宿一発目で一番最初に言ったのはこれだわ、私。挨拶英語でしたね。僕、韓国住んでて、普段の生活、韓国語と英語だったから、そうそう、日本語使ってない生活してたんで、戻ってきて、当時の合宿、その韓国いる時ね、それで行って、一番最初の挨拶英語でしたんだよ、ね、その時に。Keep in mind that なんとかなんとかなんとかって説明したなんか喋ったの覚えてるわ内容忘れちゃったけどはいそうですよ誰かを助けたら誰かから助けられる誰かをねけなしたり誰かに悪いことをしたらそれが戻ってくるんですよ因果応報ですよはい次 As なんとか as you follow the directions of your boss do you think you will be promoted? そんなん最悪じゃんはいボスの指示に従っていれば As long as ですねはいこうしてる限りってやつです。あ、ファーはないんだ。as far as 範囲だったら、こうしてる限りは、だからもしこうしていればってことですね。まあ、なんでもかんでもね、ボスの言う通りにするっていうのもどうかと思いますけどね。イエスマンになっちゃう。ね、そしたら出世できるのか。ダメじゃないですか、そういうのってね。すごい強い社長がいたらさ、それに従っちゃうとかね、最悪です、そんなのね。当時だってそうですよ。イエスマンしかね、残んないし、イエスマンがこう出世していくからね。だから無能なやつばっかりになっちゃうわけですよ。It, なんとか without saying that, Japan's population is destined to shrink steadily in the coming century. 悲しい文。It goes without saying that. ね、はい、もちろんこうなるんですね、はい言うまでもなく、日本の人口っていうのは destined だからこうなるんですね。必ずこうなるね。運命ですね。destiny ですから。はい、shrink っていうのがこう縮むです。で、steadily が一貫してですね。一貫して縮んでいくよ。来たる。センチュリーでは。まあ、これは有名なイディオムですから、絶対解けなきゃダメですよ。もう これは超有名。次。Than ever, the use of AI is crucial for a successful business. 成功するビジネスには AI を使うことっていうのがもう欠かせない、クルーシャルであると。クルーシャルとクリティカルのね、言い換えよく出ますよね。Than ever って来てるので、まあ、than が来てるから比較級だろうですね。More than ever ですね。はい。今まさに、まあ、さらにみたいな感じですね。More than ever ですね。もう今が、もう昔と比べて、まあ、more than ever before って言ったりもしますよね。その以前よりももう、全員今こそ、めっちゃ必要になってるよっていう時に使う表現ですね。簡単だな、明治やっぱ。It rains every day and it's so cold here. I なんとか like living in Okinawa or Hawaii for the rest of my life. ああ、これね、はい。思うことありますとき。まあ私の場合はカリフォルニアですけどね。はい。この雨がね、毎日降るし寒いよってね。そう、バンクーバー、バンクーバーはね、そうなんですね。まさに、まあ雪か雨が降ってるシーズン。夏はすごいんですけどね。だからバンクーバーにずっと住めないなって思った理由はこれなんですよね。はい。だから、I なんとか like と feel like ing ですね。I feel like living in Okinawa ですね。沖縄に住む。もしくは、ハワイに住みたい。for the rest of my life。これよく使う表現ですけど、こう残りの人生ですね。解けました。いや、簡単じゃない?これ合ってるでしょ?さすがに今ので。もっとなんか難しい問題出てほしかったなぁ。ちょっと拍子抜けかな。マーチって、これぐらいのレベルってことですか?実は。簡単なんですよ、マーチってね。ぜひともね、基礎ができてれば解けるっていうことを知ってもらって、そう、だから、早慶とはレベルが違う。うん。もっと早慶の問題もやりたかったけど、早慶の問題も解いちゃってるんで、全部ね。はい。ということで、明治の問題に挑戦しました。さあ、皆さん、どう思いますか?まあ、今日はね、この動画出てる時は、まさに英検のね、合格発表だから、一次試験のね、もういろんなツイッター上で、Twitter 上でも、X 上でも、たくさん回ってますけど、まあ、他にも合格しました。ありがとうございます。ですね、いろんな動画で言ってくれて、とか、指導してくれてありがとう、みたいなのが、まさに今届いてる段階なんですけど、皆さんはどうか。はい、ぜひ、そこら辺のところも、ね、言えてない。神々教えていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.